せーの、カンナギラミスです。よろしくお願いします。はい、今から7月25日の25やな、はい、25日乙姫セカンドということで、ホットじゃない、ホップシアターさんでのネット席会始めていきたいと思います。はい、こんにちは、リアです。今から7月25日乙姫のネットチェキ生読み上げ始めたいと思います。お願いします。じゃあ行きます。月ありがとう。はい、買ってくれてありがとう。めっちゃ嬉しい。月にはね、いろんな可愛いポーズばっかり送ってるかもしれないから、今日はねちょっとね、やんちゃなポーズにしてみました。赤目ってやつにしてみました。こういうね、やんちゃなリーもね、好きになってくれたら嬉しいなってめっちゃ思ってます。まあね、いろんなね姿をね、月には見てほしいから、いろんなリーをね好きになってほしいと思います。いっぱいいっぱいいっぱい好きになってね、ありがとう。はい、以上でリオのネットチェキ生読み上げ終わりたいと思います。買ってくださってありがとうございました。ネクスト。はい、7月25日、姫路さんの一部のチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。お名前読んでいきます。はい、まずはじめもすーん、ありがとう。会えない分、遠くからの愛たくさん届いてます。いつも応援してくれてありがとうどこでもね、気持ちはもうすーんと一緒だと思ってるんで、応援たくさんしてください。頑張ります。朝日もありがとう。はい、そしてお次、水軍さん、3枚もありがとう。そして会いに来てくれてありがとう。こんな連日会いに来てくれると思わなくてめちゃくちゃ嬉しかったです。最近たくさん水軍さんと話してる、嬉しいってすごい思ってます。ありがとうございます。やっぱ水軍さんと話すときは話題が尽きないね。ちょっとむしろ話足りないぐらいです。でこれからも暇を見つけたらぜひぜひ会いに来てほしいです。いつも応援してくれてありがとう。はい、7月25日、姫路ホップシアターさん一部のチェキを買ってくださった皆さん、ありがとうございます。ネクスト。はい、ナリスです。7月25日 in 姫路ということで、僕のネットチェキ買ってくださった皆さんのお名前を読んでいきたいと思います。一部です。はい、いきます。まずはトンボリ、ありがとう。はい、打ち上げラピッツのところです。リクエストありがとうトンボリはカンナギの曲では何が一番好きなのかな、ちょっと気になります。ちょっと打ち上げるラピッツって言ってるぐらいなので、一世原部なのかなと思うけど、やっぱりトンボリはね結構最初の方からいてくれてるから、カンナギラビッツの好きな曲は結構初期の方にあるんじゃないかなと思ってるんですけど、いかがでしょうかはい、いつもありがとうございます。ありがとう。はい、お次、ひょうちゃん。ひょうちゃん、ありがとう。今回はね、ごということで、ご飯食べようっていう感じにしてます。はい、ご飯はねやっぱりね元気の源だと思ってるので、僕本当にねご飯ですっごい左右されちゃう人間なんですけど、まあ世を忍ぶ仮の姿、合ってる忍ぐんじゃなくて忍ぶね。そう指摘されました、すみません。ということで、はい、まあね仮の姿は人間なんですけどね、やっぱり人間の姿になるとね、いっぱいご飯を食べていかないと体が追いついていかないということでなんかいきなりオタク特有の早口言葉みたいになっちゃったけど、はい、やっぱりご飯は大事だよということで、ご飯食べようっていう時期にしました。いつもありがとう。はい、お次がエルドちゃん、ありがとう。はい、ちょっとね今眼帯期間なので眼帯少女にしてみました。眼帯少女っていうか、もう眼帯少女って書くまでもなく眼帯少女なんですけど、ちょっとねやっぱり眼帯を見せびらかしております。どう似合ってる。まあ僕もともと中二病っぽいもんね。うん、わかるわかるよ。エルドちゃんは好きやろ。僕も好きありがとう。はい、ということで、7月25日姫路の一部のネットチェキ買ってくださった皆さん、ありがとうございました。ということでネクスト。はい、7月25日一部のネットチェキを買ってくださった皆様のお名前を呼んでいきたいと思います。てつやさん、ありがとうございます。てつやさんはねニューっていう感じのねポーズを撮ってみました。可愛く撮れてます。しかもねめちゃくちゃ可愛くねいっぱいハートを描きました。可
可愛くねデコっておりますのでね、ぜひ楽しみに待っててください。あとね、ここにねちっちゃいウサギさんがいるんですよ。私絵がねすごく苦手なんですけどね、可愛が来ちゃいました。めっちゃねいい感じなので楽しみに待っててください。ありがとうございます。はい、イリナのネットチキを買ってくださった皆様ありがとうございました。それではネクスト。はい、こんにちは、あやねです。今から姫路の乙姫セカンドの一部のネットチェキを始めていきたいと思います。まずてっちゃん、ありがとう。最近てっちゃんが最近てっちゃんがいっぱいチェキ買ってくれるんでめちゃくちゃ嬉しいです。なんか会えない分ネットチェキを買ってくれたら、私もてっちゃんのことお家で考えられてるからさ、その時間がめっちゃ幸せで、新衣装やからいい感じに大人っぽく決めてみました。どうですか。まあ私は大人っぽいイメージを持たれることが多いんやけど、てっちゃんにはバレてるよね。こういう私も好きでいてください。ありがとう。はい、お次がですね、リオ、ありがとう。見て見て、水玉にしてみた。ちょっとね、私ピンクが好きで、だからピンクを駆使したいと思って水玉を作ってみた。どうですか。こういう遊び心あるチェキもたまにはいいかなと思って、リオが可愛いからね、私も可愛いチェキを送りたいと思うんですよ。だからね、いつも私のことあやねさん可愛いってずっと言ってくれとったら嬉しいです。いつも可愛い私でいます。ありがとう。はい、以上です。あやねのチェキ買ってくださった皆さんありがとうございました。ネクスト。はい、今から葵のネットチェキを買ってくれた人のお名前を呼んでいきたいと思います。ダダーン、ツッキー、ありがとうございます。いつもねチェキ本当に買ってくれてありがとうの気持ちなんですけど、どんなポーズにしようかなってちょっと考えたんですよ。どうしようかな、どうしようかなって考えてちょっとね、やったことないと思う、まだなんか 寝てる感じのお休みのチェキなんだけど、お休みのチェキツッキーしたことないわと思って、そうね、お休みのチェキにしております。ちょっとね、寝るときに見てねっておかしいと思うんだけど、そう、寝るときに見てね、夢に葵がいいように出てきますようにっていう祈りを込めてこのチェキにしました。ありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。葵のネットチェキ買ってくれた人、ネットチェキ買ってくれない人、ありがとうございました。ネクスト。はい、箱にチェキに移りたいと思います。イルちゃん、はい、さん、ありがとう。ありがとう。はい、本日もたくさん買ってくださってありがとうございました。それでは以上、私たち、カナヤリツーでした。ありがとうございました。